風連駅は、北海道名寄市風連町本町にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は、W46。電報略号は触れ、普通列車のほか、快速、名寄の全列車が停車する。1977年の風連駅と、周囲約500メートル範囲の状況。右上が、名寄方面。千鳥式ホームと副本線。 駅舎横の名寄川に貨物積み下ろし場と引き込み線がある。駅裏には広いストックヤードがあるが、この写真の時点ではすでに使用されていない様子である。ホームの古墙橋のすぐ旭川側に東口への連絡橋がある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成所在地名より、アイヌ語のフレペが点火したもの。 千鳥式ホーム2面2線のホームを持つ地上駅であり、校内は駅舎の反対側を本線とする一線スルーとしている。種別駅管理の無人駅。新成長に向かう陸橋が設置されている。ホーム間の移動は古線橋を使う。1日の平均乗降人員は以下の通りである。旧風連長の市街に面し、駅正面には町の機能が揃う。 高校生の通学利用が多い。駅舎横には旧風連町が設置したトイレ、爽やかトイレがある。ありがとうございます。